はい、どうも、ボッ監督と申します。本日もウイニングイレブン2016マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。それではね、本日もセンターフォード決定戦やっていこうと思います。はい、センターフォード決定戦というのはですね、アグエロ、レバンドフスキ、ベンゼマ、ジエゴ・コスタ、そしてジル、この5人でね、センターフォワード1つの椅子をかけた戦いです。ポイントが、得点が2ポイント、アシストが1ポイント、マン・オブ・ザ・マッチが3ポイント。で、これの合計、各、センターフォワードの各10試合を行いまして、合計が一番高い選手が、チーム内の僕のチームの、センターフォワードの序列ナンバーワンということでね、そういう企画をやっております。はい、現在のポイントをおさらいしておきます。ですね、1試合ね、実は何も活躍せず終わった試合がありまして、1人、ジエゴ・コスタがね、先発したんですけど、何も、得点、アシスト何もできずにという形になりまして、おさらいしておきますと、ジルーが4試合、5ゴール、1アシストの、マン・オブ・ザ・マッチ3回、20ポイント、ベンゼマ、それに続くのがベンゼマ2位ですね、4試合、4ゴール、マン・オブ・ザ・マッチが1回で11ポイント。その次がアグエロ、この当落線上の、張本人であるアグエロですね、4試合に2ゴールで4ポイント。で、その次がですね、4位、レバンドフスキ4試合1ゴール2ポイント。そしてジエゴ・コスタ4試合、1アシストで1ポイントということでね、こんな感じになってます。で、今回はね、3位のアグエロがやっていきたいと思います。ちなみに5試合あって、1、2、3位、これ以下、4位、5位の選手、4位、5位の選手はここで足切りになりますんで、非常に大切な5試合目ということになりますね。ちょうど3位のアグエロがまず1試合目やっていきたいと思います。セカンドスカットです。はい、それでは、ね、対戦相手の方決まりました。レーティングが659の方ですね。そうですね、結構試合数もやってます。やっていきたいと思います。 FC 鳥取砂丘行ったことないですけど、さあ、今回アグエロが先発してます。課金はしなそうなメンツですね。ジョルジェ・ジェブス、ポルトガルの人かな確か。やっていきたいと。これでいきますか。はい、行きましょう。おー、デロッシェ。どんなチームや。ギラッチ、マスケラーノはバルサから退団するんですかね。なんかそんな噂、バルサちゃんは、ユベントス行くんちゃうかなっていう、なんか報道がありますけれども。クアドラード。ほほほ。トップがなんかベイルか。おー、やっていきましょう。いいよいいよ。はい、ここらでね、ちょっとアグエロも爆発してほしいんですけどね。じゃないとね、明らかもう、なんていうの、この、足切りにならないことが目標ではなくてね、やっぱり、トップ争いしてほしい。てか、本命はアグエロなんですけどね、一応僕の予想では、本命アグエロとなる予定やった、なる予定ではないな。なる予想やったんですけどね、思いのほかジルーがね、良くてね。本日はユーロでも結構叩かれてますけどね、今。なんか、ワンゴール決めたにもかかわらず、100回チャンスが必要だみたいな、なんか誰かに言われたりとか。さあ、どうなんですか、ね。さあ、北澤さん、よろしくお願いいたします。こんばんは。ノブさん、ノブさん。まず、ファーストハーフ、受け取った。見ていきましょう。まずは、ベローナ対パリ・サンジェルマン。まあ、いわゆる強豪同士ということで、ベンチも含めて選手層が厚いですからね。はい、ウィリアム。あ、そうや、バルサちゃうわ。ブラジルが敗退してるんじゃない？南米、コパアメリカか。狙いましたね。ブラジルが敗退って。ウィリアム。コパもね、レベル上がりましたね、それから。てか、ブラジルね、あんまり知ってる人おらんからな。ウィリアムぐらいか。ビダル。ウィリアム。味方を走らせる。チャンス抜けた。このボールが繋がります。オッケー、オッケー、アグエロ、おっしゃい、得点決めた。アリサンデルマン、これはもう決まったか。さあ、まずはここで3位の選手がね、爆発してしまうとね、もう4位5位がね、やる気をなくしてしまうという。いや、もうこのクラスの選手だと、そういうのに気がつきましたね。持ち出すタイミングやボールを受けるイメージが、ね、もう体に染み付いてるんですね。高いところでレベルで争ってほしい。これがワードクラスのボールですよね。センターフォワード決定。おいしょい、この辺やんけ。おい、やばいぞ。さあ、ベローン、どっちや。マイボールや、マイボールや。そうやな。まあ、入りとしては良くなかったんですけどもね、この後いくらでも展開がありますからね。ちょっとちっちゃい。
ましてやこのゲームは強豪同士のマッチなので何が起こるかわからないですからね。やられた方も目が覚めるいい一発になったんじゃないですかね。行くか、取った、しかし取った。ベルマンとしては目慣れちゃいましたけどもね、抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどね。危ねえな。パリサンジェルマンこの序盤に先制点を奪いリードする幸先いい展開ですね。早い段階で先制できて、ダメか、的にも余裕が出ますからね。9番多いよ。としてはプラン通りじゃないですかね。ストライカーの番号が9番多いが。マスケラン。なんとなくね、背番号9言ったらもうセンターフォワードの背番号っていうのはもうなんか僕の中ではインプットされてますけどね。攻めの姿勢です。こういうの多いな。サイドを使う。そうだそうだ。ここはカットします。リベリ、モドリッチ。おお、ちょミスった、ミスったというか今 OK、 あが取った。ウィリアム、ロッベル、今日ワンアシストです。ボールはロッベン、リベリースルーパスを出す。いいぞいいぞ、よくねえよ。リヒトシュタイナー、いいパスだ。マスケラーノ、一旦戻ろうか。ヘブラ、ベローナ、起点となるアクションが欲しい。ここで、ね、パス回し取ったら結構大丈夫、長いボール大丈夫というか怖くないというか。サイドのゾーン、パス嫌やな、やばいやばい。ありません。どうだ、え、送りましたね今。裏へのスルーパス、間違えたい。モドリッチ、ロッベン、じゃあ行け、届け、届いた、届いてる、届いてる、さあ来た、届いてるけどその後の処理がクソすぎた。オーケーオーケーオーケー、まあそれはそれでよし。なるほど、めっちゃフリーや。デロッシー、マスケラード、裏のスペースを狙う。やばいやばい、おいおい、誰もついてへん、なんてことや。ベローナ、ベローナ同点、今日のゲームをリセットします。いいですね、見せますね。ちょっと待って、おおやばい、今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して、随分いい位置でボール受けましたね。いや、もらい方が良かったでしょうね。相手キーパーの見える位置でボールをもらい、シビアのタイミングで受けた割には冷静でしたよね。まあ全体的に相手のバックスも対応遅れましたからね。ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。だから取られた、こんなところで取られた、やばい。ベローナ同点に持ち込みました。ワールドクラスになってくるとスーパーゴールが見たいという期待反面、抜かれてる、チャンスをそう簡単に作れませんからね、はい、両チームともここっていう時に決めてきてる結果なんですよね。そうですね、やべえな。エブラ、手ようにちょっとキープされてるし、味方を走らせる。どや、どっち、これマイボールやね、ついとるな。レザービン、縦にボールをつないでいきます。ボアテング、あかん、疲れてきた。上だ、ダビド・ルイス、マスケラ、もう通りか。エブラ、はい、ということで1対1、同点の後半に向かいます。見応えのある好ゲームです。さあ後半開始のホイッスル。ファーストハーフはお互いに1点ずつ、それなりにゲームに動きがありました。しっくりこんな、今日はリヒトシュタイナー、ロングフィード、流れを止めます。アラバ、拾いたい、やってこれもちょっと、ベースで出す。さあカウンターのチャンスになります。来ましたよ、
出るか、ロープ OKOKOK、 いやいやいや、それはなかなか良かった今の。いやー、キーパー素晴らしいですね。いい仕事しましたよね。すげーな、まずな。緩いフィード、おいおい、ハメスに行かれとるやん。やばやば、カウンター食らってます。どうだ、ウィリアム、落ち着いてけ、あそこね。モドリッチ、パリサンジェルマン、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。一旦キーパーに戻します。よしよ、ヘブラ、裏に味方を走らせる。よし、このボールをカットします。やばいやばい、ビダ、ボールはロンペン、リベリー、よし、バイエルのコンビ、ロンペン、おーおー、お尻に当たった。待って、クワドラ、シュタイガー、ここは自分で突破を図ります。めっちゃ突破された、サイドのスペース、やばいやばいやばい、ワドラ、あかんなこれ、変えよう、どうだ、もうええ時間や、リベリー、一人持ち上がっていく、オーリエ、ここは読んでいました。何やこれ、アメス・ロドリゲス、エブラ、ベイル、裏へのスルーパス、やばいな、チャンスメイクしたいですね、カメロ、あが、オッケー、よし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 、モドリッチ、リベリー、リベリー、ウィリアム、スルーパスを出す、あかん、ちょっとスピードというかスタミナがね、エブラ、ルーズボール、まだ行かせる、オッケーオッケー、いいよ、こっちもスタミナないやん、ミドルに渡る、切り込むか、チャンス来た、シュート、オッケーオッケー、よし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 、ラッキーラッキー、懐かしい、やーいやーい、よっしゃいよっしゃいよっしゃい、パリサンジェルマン、この得点で一歩リードです。どうしようか。いや、今のは見事にスペースを、やっぱね、先頭はあそこのね、ビダルは結構いいですね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないと、こういうもらい方はできないですからね。行こう。相手のバックスも一歩対応遅れてましたよね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールでしたね。もうすぐね、今週日曜日、父の日なんでね、なんかプレゼント感じたんといかんですね。完全にあれやな、プライベート、また中央へ、全く関係ない話、スペースへ出す、縦にボールを送ります。よしよしよし、取れるで取れるで、あっと、モラタに渡る、そうはせねえ、ビダル、やらせぬぞ、ネイマール、こっちだ、味方を走らせる、さあジェルビーニョ、こっちか、バシャイ、あー、オフサイド、惜しい、あのさ、モドリッチのすごいシュート消えたらしいんだけど、見てないですよね、しかしこれはオフサイドか、いやー、今のは、ね、ちょっと遅かったんですけどね、しっかり取られましたね。今日は見れるけどね。アリサンジェルマン、ここは切り替えが必要です。ここはどこの試合なんだ。ジェルビーニョ、ネイマール。そろそろ2試合目とか。ロングフィードで狙う。このボールに触ります。試合目とかやったらフランスが出てくるけどな。また後でヤフーで見とかな。ネイマール。ロングでのフィード。シーナからのパスは通りませんでした。ああああ戻っとけ戻っとけ戻っとけ危ないぞ。マスケラ、イニエスタ、イニエスタ、周りを見る、ヘイ、リヒトシュタイナー、ヘイ、行けるぞ、カウンターカウンター、さあロナウド、ネイマール、カウンターを仕掛けます、自分で持っていくか、もしもし、あーっと取れたのに、アリサンジェルマンとしてはですよね、そうですね、対面とのホイッスルはまだかまだかという気持ちでしょう。おおお、やったやった、
待ってくれ、ちょっと待ってくれ、赤をやられた、もうなんつう最悪やな。88分、ベローナこの時間での同点に追いつきました。キーパーとの駆け引き、見事勝利し得た1点です。いやしっかりこういう状況で決められるけど、お入った、やっべえ、ちょっと今 L1 ボタン勝手に押しとったんやな。いやたまたまにしちゃやったラッキーや、でも、まさにたまたまちょっと L1 ボタンバッと指に当たってしまったんですよ。キーパーの動きを見てどう動いてくるのか、ついとるついとる、正確なタッチ、 OK、 試合終了、3対2、ちょっとやっ、うわ当たってもたまらんもんけど見事入ったな。しかし北沢さん、おかげでマンオブザマッチアグエル取り損ねたな。いや終わり間際でくれましたね、途中でもおかしくなかった、ね、目が浮かれるまで諦めない、気持ちを最後まで持てたかどうかってことですよね、そうですね、スタジオも興奮のロッツ笛と叩き込むという試合展開でした。 OK、 さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。いやいい感じやな。本日の試合は北沢剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北沢さんどうもありがとうございました。うまいな、アグエロありがとうございました。パリサンジェルマンが3対2大接戦をものにしました。誰もついていってへんからな、困りますよそれはね。いやでも勝ててよかったな今。まあこれでね、アグエロは5試合で6ポイントということでね、3ゴールか、3ゴールで6ポイントになりましたね。まあ、一応、どうやろうな、1試合にまあ 11ポイント荒稼ぎしたやつもおるからな、1試合になんとも言えんが。おこれ、問題なし。いや、むしろ普通に打っとって入ったんかっていう、まああれもあるけど、入ったやろうな、どうやろう。めっちゃうまいやね、今ある。ラッキー。はい、ということでね、まあなんとか、まあアグエロは活躍してよかったです。はい、それではね、5試合3ゴール 6ポイントですね、現在3位、順番にね、これからね5試合目の試合やっていきたいと思います。まあ一応何も結果ね変わらなければ、動画上がらないです。でこれからやるのがジルーか、ジルーちゃう、ごめん、レバーとジオコスタか、ジオコスタはねさっきね、あの本当はジオコスタからもう下位5位のチームからやっていこう、5位か、5位の選手からやっていこうかと思ったんですけど、ジオコスタ試合やったとこやったんで、ね、ちょっとスタミナがなかったんでできなかったです。ということで、ジエコ、次回はジエコでね、えジオコスタ、あーちゃうな、ジオコスタはセカンドスカッドでいかなさんからエルバンドスキーでやっていきたいと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ポッ監督でした。お気に入り。